毎度おなじみ立東からのトラックマンを一気に診断、関西とか、ね、西エリアではまだ G1 がありますということでね、はい、阪神競馬場で行われます、大阪杯についてですね、まあ、立東で来たまについてのお話というのをしていこうかなと思いますが、どうですか、いつも通りじゃあ反路からいきましょうか。はい、お願いします。じゃあゆえを順でベルト、ライゼンで、はいはい、まあまあ合わせ馬をするとね、うんうん、ちょっとこう前に出たりしたら、うん、まあ、空を使ったりとか、うん、まあ、ちょっと集中力がね、 なかなかこう最後まで持続するっていう感じの馬ではないんでね、もともとだからまあ、今週でもそうですけど、まあ、最後までちょっとね気合を軽く、つけてこう促しながらっていう感じではありましたけど、うん、まあ、ただその、例えば、ヒトハロンのところからのラストヒトハロンの、うん、まあ、反応とか、うん、加速の仕方とか、うん、まあ、その辺はまあスムーズですし、うん、まあ、むしろ早いぐらいですしね、まあ、気持ちも変に高ぶることもなく、うん、まあ、ある程度のラインで、うん、まあ、セーブできていて、うん、まあ、いい意味でこう前進規制もあると、まあ、雰囲気いいんじゃないですか。2ヶ月半、うん、まあ、休み明けになりますけれどもね、うん、まあ、まあ、きっちり仕上がってるんじゃないですか、うん、まあ、こう仕上がりですかね、はいはい、ノース・ザ・ワールド、はい、まあまあ、もうやればね、もうなんぼでも反路溶け、早い溶けてる馬なんでね、楽になんですけど、まあまあ、前走から中一周でもありましてね、まあまあ、ソフトな調整ですわ。まあ、馬結構前向きに動け、走ってましたしね、まあ、雰囲気は悪くないですし、まあまあ、ここで通用する声援は別として、出来自体は悪くないちゃいますか。モズベッロ。はい。もうね、前回14ヶ月ぶりやったんですけど、うん、まあまあ体もそうですし、まあ、精神的な部分もそうですし、うん、もう全くね、こう何ですかね、まあ、はっきり言うてもうさっぱりでしたわ前回の時は。その中間前回の時ね、うん、もう本当に何歩やってももう長距離も動けへんかったし、まあもともとそんなに動く方ではないんですけど、うん、いくらやってももう動かんっていう感じやったんですけどね、うん、まあ、その前回1回使って、まあ、今週なんかでもね、うん、ちょっと頭振ったりとか、結構ねいい時のこう何ていうの、いい意味でこううるさい仕草、うん、まあまあ戻ってきてますしね、まあ追い比べても、まあ、先着もしましたし、うん、で、まあ、加速ラップも踏めてるんですよ。なるほど、久しぶりだと思いますわ加速ラップこうで動けたのが、うん、だから明らかに、まあ、前走時より、うん、まあ、体調はまあ上向いてるんですけど、うん、まあ、その辺で どこまでやれるかっていう。なるほどね、何も買う上積みはあるぞってことですかね、うん、はい、ワンダフルタウン、はい、なんかね、もうちょっと若い時はもっとねこう、うん、ストライドも大きくてね、うん、こういうのがゆったりと、まあ、ゆったりとっていうか、まあ、まあストライド大きめに結構走れてたんですよ、うん、長いとこがええんやろなっていうような感じの走り方してた馬なんですけど、なんかね、まあ、もう長い長期休養明け、まあ、4回使ってるんですけど、うん、昨年の秋からですか、なんかまだねちょっと体大きく使い切れてへんっていうかね、なんか両肩がなんかゆっくりゆっくりって感じで、むしろねなんかどっちかというと なんかちょっとこじんまりして映るんですよ。だから気だけはもうすごい前向きなんですけど、うん、勢いはあるんですけど、うん、それになんか体があまりついてきてへんっていう感じで、うん、まだ量化中っていう感じちゃいます、うん、まだなんかこう推進力につながってないのかなっていう感じが個人的にもあったんですよね、うん、そうですか、分かりました、うん、まあ、そんな感じです。さあ今回はねコース組が結構ね投手を生きた君が多かったですが、はい、まずじゃあキラアビリティ、はい、うん、はい、そうですね、昨年からそんなにこう長期の休養を取らずに、うん、まあ、間隔を空けながらですけれども、まあ、順調に使ってる馬なんで、うん、まあ、そんなにもう強い負荷をかける必要がないっていう状況にはなってると思いますけれども、うーん、ただまあラスト1ハロン11秒台がないんですよね、うん、12秒ぐらいでまあずっとやってきてる感じなんで、まあ手応えに余裕は十分あるんですけれども、うん、まあ、もっと本来であればスパッと切るっていう馬なのかなという感じはします。ただまあ
先週あたりはねちょっと強めの負荷をかけたんで、うん、まあ、多少こうちょっとこう口向きの悪さとかねそういうのが若干感じられたんですが、うん、今週そういう意味では整ってました、うまく。なのでまあ、一応意図する調教はできてるのかなというふうには感じますけれども、うん、うん、まあだからといってめちゃめちゃ迫力があるかというとそうでもないので、そのあたりが若干僕は気にかかります、うん、はい。同じ厩舎なんですけどジェラルディーナ、はい、はい、この馬は本当に最近はしっかりこうやりたい調教がやれるようになってきたなっていうのが、まあ、去年の本当にこの馬が力をつけてきた時に感じたことなんですけれども、まあその調教パターンをしっかり今回もやれてますね。まあ、中間は単走で本数をしっかりこう重ねて、まあ、最終域に合わせまでしっかりこう、馬の気持ちを入れてあげるという、まあ、そういった調教が、まあ、前走の有馬記念の時もそうだったんですけど、まあ、そういった調教が今回もできています、うん、で、まあ、今週はね、まあ、ちょっとこう余力残す感じでしたけども本当にこう走り自体はすごくどっしりしてるし、うん、ちょっとこう以前のようなこうひ弱さっていうのは本当に全く感じさせない気になってきて本当にこう完成されてるので、うん、ちょっとこう貫禄が出てきたなっていう感じはありますね、うん、なのでこれはもう本当にいいと思います。もともとテンションが高くてすごく調整が難しかった馬ですけれども、本当にもうしっかりしたなという感じで、まあもう崩れることはないかなという感じはしますね。なるほど、はい。ジャックドール、はい、ジャックドールは、まあ、順調には調整の方は詰めてるんですよね、ただ、まあ、先週はちょっとこう合わせまでやったんですけれども、ちょっとこう追い出すと重心が浮き上がってしまうようなところがあって最後遅れちゃうんですよね、なのでこの動きを見た時にあちょっと大丈夫かなと思ったんですけれども、今週はそういったあたりはなくなってました、しっかりこう重心も下がってますし、まあ、このまま本来の時計と走りだったかなというふうに思います。すごくラスト1ハローもねすごく早かったですしね、そういった意味では先週よりぐんと上向いたっていう感じはあります、ただ、まあ、レース投手に結構強めの負荷をかけてしまったん で、ね、この追い切り後のケアっていうのがすごく大事になってくるかなと思いますね、なのでその辺がうまくいってるかどうかっていうのは、まあ、当日のパドック気配で、まあ、しっかりこうチェックする必要があるのかなとは思いますね、はい、はい。ヒンドゥータイムズ、ヒンドゥータイムズはまあ結構僕は非常にいいなというふうに思っていて、まあ、中間もしっかりこう調教をやってますし、選手は結構強めの負荷をかけたんですよ。先着もしてるんですけども、今週は、まあ、選手強めにやったんで割とこう姉妹重点のさらっとこう、ラスト伸ばすっていうような調教をしたんですけども、遅れたんですけどね、余力はありましたし、相手3歳馬のセッションという非常に調教負けする馬を相手に選んで、まあ、時計以上にしっかりこう負荷はかけられたかなと思います、そういう意味ではね、調教内容は本当に文句ないですし、走りのバランスも非常に良かったですね、めちゃめちゃ迫力があるかっていうとこのままそこまでではないんですけども、ただ全身をうまく使ってスピードに乗ってるなっていう印象はありました、はい。で、まあ、昨年の覇者ポタジェ、ちょっとこの馬があまり僕は正直よくは見えなかったというか、去年ほどの勢いはないなって感じですかね、一周前の追い切りもちょっとこう内目を回ってね、最後ビシッとこう追うんですけども、あまりこうラストの伸びっていうのももう一つに移りましたし、ちょっとこう前の出が窮屈で走り自体もこうスピードに乗っていけない感じなので、今週もまだそんな感じだったかなという思いますね、一週前結構いい動きをした時パターンの友道厩舎っていうのは大体レース投手はそんなにこう負荷をかけずに、販路で上がりさらっとですとか、芝コースとかポリトラックコースですとか、そういったあまりこう負荷をかけないコースでやるのが主流なんですけど、結局レース投手まで、シュートでやったってことはちょっとやっぱ物足りなさ残るんだと思います、その辺がねうまくこうレース前に刺激に結びついてくれればいいなと思うんですけど、昨年までの気配はどうかなとは僕は思ってます、はい。でマテンローレオ、この馬はね、本当に横山のいい職がしっかりこう調教をつけてるんですけれども、
はい、まあ、1週前は、まあ、結構あのビシッと追って、うんうん、まあ、まずまずの時計は出ました、うんうん、長めから言ってたことを考えると、まあ、ラストスパッと切れる感じはなかったですけれども、うんうん、まあ、最後までしっかり動けてましたし、走りのバランスも悪くなかったと思います。で、まあ、今週は、まあ、姉妹順天でさらっとやったんですけども、うん、ただちょっとね、あの道中のラップ構成がちょっとこう途中速くなってしまったりとか、うん、もう一つこうリズムがうまくいってないっていう感じがちょっとあって、なるほどね、なのでラストの伸びもね、あんま弾けなかったんですよね。うん、うん、そのあたりちょっとこういろいろ調整しながらの、まあ、手探りのちょっとこう調整の部分もあったのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、リズムとしてはどうだろうっていう感じはちょっとありますね。まだちょっと難しい部分は残ってる馬なのかなっていう印象はありました。なるほど、はい。それとマリア・エレーナ、はい、まあ、いつも通りあの通いという、うん、まあ、旧車のパターンで仕上げてきました、はい、うん、本当にあの小柄なんですけども、うん、本当に丈夫で芯がしっかりした馬なんで、うん、まあ、どんな調教というかね、まあ、強い負荷にもしっかりこう耐えられる下地はある馬なんですけども、うん、まあ、今回もしっかりこう、意欲的な調整、結構長めからしっかりね、うん、投手でもやるっていうような、まあ、調教ができましたし、はい、まあ、それで今までね結構結果も残してきてる馬なので、うん、相変わらず元気いっぱいだなというふうな感じですね、うん、前回はちょっともったいない競馬になりましたけど、まあ、控え手は十分なのかなというふうに思います、はい、はい、そんなところですかね、うん、はい、はい、ありがとうございます。もうすでにですね11分ほどね経過していますけど、はい、びっちり喋っていただきました。まああとこれに加えてね関東馬もね、うん、いい動きした馬とかいますんでね、はい、どうですかね、なかなかレベルのね高いと思いますね、レースが期待できそうなって感じですけど、まあ他に、まあ、今回どうですかね、お天気もいいお天気でできそうな印象もありますかね、今週はね。そうですね、はい、先週がちょっとね、そうです、先週がちょっと天気に惑わされたところもだいぶあるので、はい、今週はいいコンディションで競馬ができるというのはね、何よりかなと思います。そうですね、はい、ちょっとね、こうガチンコのね、ちょっと力勝負ですから、いいレース期待したいなと思いますんでね、ぜひね、皆様馬券買って、はい、応援していただいたらどうかなということで、今回じゃあ締めさせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。